でかいものを釣った人は賞金くれるとかっていうのを書いてもダメですか？ああ、いいよ。賞金！狙い通り。2匹釣りだ。おはようございます。今日もここにいるってことは釣りですね。ですねよね。まだでも夜中の2時ぐらいじゃないの？2時くらいじゃなくて早すぎですよ。今日は今どこにいるんですか？今日はこれ銚子ですね。銚子で、うん、何を釣られるんですか？今日はアコウ、金目アコウ、油坊主じゃないですね。金目アコウ、油坊主。はい、油坊主って聞き覚えあんまりないですけど、何にいてって言うんだろう。うまいよ、魚としてあんまり流通してないかな。はい、食べれる魚だよ。粕漬けとか味噌漬けにするとマジうまい。朝飯向きな感じ、しかもなんか超でかいとかって聞いたんですけど。めちゃでかいね。でかいとさ、4、50キロ、60キロ、下手したら100キロ近く行くものもあるんじゃないですか。100キロの魚、まあ、ここまでは俺も釣ったことないけど、はい、60、70ぐらいはあるじゃん。俺より大きいのは釣ったことあるよ。同じぐらいの、俺ぐらいの大きさ。会長ぐらいの魚が釣れるんですか？それが2匹ついてきたことある。やば。今日あの、普通の釣りじゃないんですよね。なんかスペシャルゲストがいるってことで。今日はですね、まあ、よく釣り一緒に行くんだけど、はい、ダイスの雄大が来てます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。雄大さん、あのレコード大賞おめでとうございます。ありがとうございます。撮ってすぐ来てくれてましたね。来てくれましたね。いや、仕事もしてたでしょ。もう、はい、もう始まってるんじゃないですか。忙しいですよね。撮って後の方が大変だね。今年どうするんですか。そうですね。もっと出力をする。俺シトラスが頭から離れないんですよ。いや、嬉しいです。今日は雄大さんも一緒に釣りをしてくれるということで。もちろんです、もちろんです。なんか釣れたらシトラスが聞けるとか。それは一人じゃどうかわからない。一人シトラス。シトラス。雄大さん釣れたら今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。会長でもこう新年一発目の釣りで、うん、こう雄大さんも来てくれてるんで、なんか普通の釣りじゃつまんないと思うんですよね。あ、いや、もう端的に言っちゃうと、でかいものを釣った人は賞金くれるとかっていうのを書いてもダメですか？ああ、いいよ。本当ですか？みんな聞きました。一番でかいの釣った人、賞金ありますよ。おぉ、賞金。金目の一番でかい人、はい、油坊主のでかい人、それから、金目赤穂の一番でかい人、それぞれ10万円ずつです。やばい、やばい。頑張らないってことは、一人で3匹でかいの釣ったら30万。商品券ないんじゃない？確か商品券にしましょうか。モチベーション上がる。じゃあ今日も頑張って釣っていきましょう。よし、雄大さんお願いします。よろしくお願いします。いつもと仕掛けもリールも全然違いますね。深場だからないと、こういう風にサイズ感がまずでかいですね。これはどういう風にして何を釣るんですか？これ下に入れて今金目を釣ります。下に入れて金目を釣るんだ。金目、金目、金目って、はい、いっぱいで泳いでるからなるべく何匹も釣った方がいい。ああ。何かもし変化ありましたら教えて。できるだけ。当たってるよ。当たってるよ。当たってる。そっちも。こっちも当たってる。雄大さんもヒット。え、まだやってる。当たってる、当たってる。お。見えてくれた。いはー、滝登り。わー、いるいるいる。こんなくっついてくるんだ。
でかい。今のとこ体調が。そう。最初の勢いとは違って、ちょっとですね、やっぱ釣りってこういうことあるんですね、はい、海沖出たらめちゃめちゃ荒れてて、まあ、な風は15メーター以上吹いてまして、普通は帰るんですけど、ちょっと粘って釣りをしてみましたけど、はい、ちょっと危険なので早めに帰ってきましたが、はい、帰りの船が、まあ、ものすごい揺れて、果たして帰ってこれるのかぐらい、倍ぐらいの時間かけて帰ってきましたね。本当ですよ。俺も船酔いしなかったけど、なんか寝ているとゴロ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 右に左に大変でしたけど、まあ、今日の釣果は、そうですね、金目が食べるぐらいはいいんですけど、ちょっと油ボードを釣りたかったんで、それはまあ次にリベンジするとしてですね、はい、まあ今日、まあ、雄大も来てくれたんですけど、はい、雄大も、ナイス釣りじゃなかったかな。雄大が好きなフグに、フグを釣りに行こうという約束もしたんで、今日このまま今調子なんですけど、東京に戻らず、そのまま千葉県の九十九里浜の方に移動して、また再度、明日も釣りをします。それでこれ、今日魚どうするんですか？いや、これ今日雄大は料理が得意で、クッキング教室やってるみたいんで、雄大好きなだけ持ってっていいよ。ありがとうございます。いいですね、料理好きなんですね。料理めっちゃ好きですね。さばけるんですか、これ。さばけます。すごっ。もう料理教室やってるぐらいの。まあ、しゃあないな。頑張ろうな。はい。今年頑張ろうな。今年頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。一番でかいの10万円。さあ、始まりましたよ。10万円獲得です。これが勝ったら、誠が10万。釣れた。やってんな。うわ、すげえ、でかいでかいでかい。でかシェフ。うわ、でかこれ。今シェフが一番大きいんじゃないですか。大きい。おお、でかっ。10万かかってるからね。来ました、見えたけど。あれ、でかい。でかい。これはでかいぞ。落として大丈夫でしょ。全然ちっちゃいです。あ、全然ダメだ。シェイの方がでかいっす。
ましたね。これ2匹。大丈夫です。2匹釣りだ。サメもセットでくっついてます。赤ムツだらけだ。これ東京湾とかだと多分1日釣れても船、1日釣れても、まあ、4匹とか3匹とかで、まあ、すごいなるんだけど、まあ、ここはちょっとレベチでやばい。本当？もうここは本当にやばい。本当にこんな釣れることはやばいの？これは本当に多分赤ムツ好きな人が見たら多分誰も来たがるんじゃないですかね。これは間違いなく。なんかこういつもこう会長と釣り行くときそう言われて、はい、マジで釣れないからって言われて全部釣れてるからあんま貴重さが分かってないんだよね。いやもうそれはもう本当に人生の損です。そんなことないでしょ。これはマジやばい。おー、2匹いる。あ、でかいんじゃない？これでかいんじゃないですか？まあ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 真ん中地なんで 1.2 ですね。 2.5 ぐらい。 1.25 1位。 1.25 だ。1位。シェフ、シェフ 1.25 釣れましたよ。はい、今日は夜中から赤ムツを釣りに行ってきて、はい、大量ですね。取れましたね。めっちゃいる。何匹いるんだろう。何匹？30匹。30じゃ効かないですね。本当に、すごい、すごいんですか。すごいと思います。だって全部でかいし、これ結構1キロクラスがうじゃうじゃいるような、いますよ、感じがしますね。チャンピオンが生まれましたね。一番でかい赤ムツをした人には10万円の商品券ということで、なんと誠くん。ありがとうございます。ありがとうございます会長。誠くん、噂の誠くんだ。持ってよ、持ってよ。はい、1.25 の。おめでとうございます。嬉しいです。どうでしたか？どうでした？はい、引いたんですけど、はい、本当にいい戦いの末、10万いただきました。ありがとうございます。やっほーい。やっほーい。いやでも良かったですね、今回めちゃくちゃ釣れて。これで当分赤ムツには困りました、はい、やっほーい。赤ムツに困んないですね。雄大さんもこれ見て今頃嫉妬してるんでしょうね。はい、ということで、はい、今回は赤ムツ、今回は赤ムツ釣行でした。はい、はい、ありがとうございました。